では続いて中堅同士の対決に行きましょう。ワンピー側がモッサンさん、キャラクターはジェフン、ツーピー側が FK 様ガト。ラウンド1ファイト。さあまず先制攻撃、ジェフン側しかし着手漏れるところ、ガトがしっかりしゃがみで角を入れていく。さあ負けてくるほどのゲージ効率の差。ライガーで追撃。さあこの組み合わせですね、ゲージ効率ガードに当然分があります。無理に阻止しに行こうとするとこうガードキャンセルですね、これをもらってしまうので気をつけましょう。半月弾の隙にゼロキバ。さあガードは反撃、何か迷ったらとりあえずゼロキバです。これが大安定。リーチも長く発生がゼロキバと非常に優秀な技です。あ、バシバシ。さあこれ残り時間が少なくと、ガジェフは最後ゲータメ選択ですね。空中での飛翔脚、反撃弾とかあと流星落ですね、もう倒される体力であればそういった技を使ってゲージを貯めるのでいいでしょう。はい、一番ゲージ効率のがキエンザーのブレーキング、しかしなかなか難しいと。さあ遠心ヒット詳しい出る気は、これはさすがに届かない、先端前いいコンビネーション。さあライガー着火できている。やっぱり空対空投げて、さあこれはよくカード、ガドが様子見、デフガはうまくデフ来て、わしこれは致命傷に至らず反撃だ。これにはしっかりゼロキバ、しかし耐えるけどジェフ側勝つ DOP。 さあガトーがゲージを貯めていく、ジャンピーからゼロキバ、これで耐えるクリードガトー側へ。さあ残り時間耐え切って勝利したのが FK さんです、おめでとうございます。さあこれで消化試合になりましたけど、はい、レデンさんお願いします。まあそれ参加賞です。はい、高木さんから提供ですね。はい、そちらも参加賞なんで皆さん1個ずつ取ってってください。はい、食べ物なので余らせてもしょうがないので、はい、せっかくいただいたんでありがたく頂戴しましょう。さあ続いて 1P 側がレデンさん、ルーレットに出たのがジェフ、 2P 側が極みさんのマルコ。ラウンド1ファイト。まあ、ジェイフンは TUP 最後配置、マルコは先頭。さあいきなりカウンター、ゲーキの岩田がヒット。ジャムシー後方ブレーキング、さあスラッシュセーフティーク下げてダメージ、ジャンプキンディ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 、さあ7ヒット。さあ始まってしまうのかと思いきや7ヒットで打ち止め。さああれですね、見ての通り永久です。はい、さあ本職ね、これはスカとバシバシしっかり B2 回しゃがみへと刻んで1ラウンド目レベさん。さあ金利永久ですが1フレームでもずれると少し後退してしまいます。はい、それ以上後退するとつながらなくなると、かなりシビアな永久になってます。さあさあもっかいもっかいと対戦中なのに要求している。さあこれ連続カードです。しかし割れたところを上段下げ、さあもっかいもっかいとさらに要求していく。さあしゃがみしが漏れる、ジャンピージャンピー、あえて砲撃狙いに行かないスタイル。さあしゃがみしからキャンセル砲撃、勝利者のレデンさん。はい、しかしチームとしてはキヨミさんの勝利と。はい、一言キヨミさんが汚ねえよと私もそう思います。はい、じゃあ連戦なんでケントさんとキヨミさんでじゃんけんしていただいていいですか。はい、決勝すぐやっちゃいますんで。ケントさんじゃんけんお願いします。キヤミさんと、はい、ケンツさんでじゃんけんして決勝のカードをやっていただきましょう。
武田さん、念入りにトーナメント表を見てどうするか決めると。あんまり今日は関係ないと思いますよ、ワンピー2っていうのは。ワンピー側で、はい、じゃあ健さんチームワンピー側で、はい、誰出ます？作戦会議。なんでケンさん今出そうとしたんですか。今なんでケンさん今じゃんけんして負けた方でじゃんけんしたんですか今。ケンさんなんで今じゃんけんしたんですか。負けで出たかったんですか先方で。今完全に今一緒にじゃんけんしましたよね。先方出る人って。いやクレバーな立ち回りかっこ笑いですねこれ。さあ 1P 側が若葉マークさんのグランドと 2P 側がマリカスモアルコ。さあ本日優勝するのはどちらのチームか。はい、こちらお菓子優勝賞品になってますので、はい、頑張ってください。さあコパンコパン、まずはグランドがマルカスタイル食っていく。さあバクテリー貢献。さあめくりしゃがんでかわして、巨匠さあタップだ。無線剣向き合って一気にダメージがっていく。さあ C ボタンを押しっぱなしに溜めながら戦わなきゃいけませんが、あの技3段階以上食べると威力バカになりません。相当減ります。残念剣最後ミスって巨剣攻しっかりできている。さあまず1ラウンド目バリカツさんのマルコ、あのコンボ相当減りますね。グランド防御力補正あるんですが、マルコの極限攻法なんか補正受けにくい計算になりますのでがっつり減ります。さあこれは潰される。ガキャン、さあ冗談払い貢献。さあマルコはダメ味、しかし入れ替えられてしまう。体力リード的にはマルコだが、グランド側もゲージがある。破天なんだ、しまった。しかしここはカッカーのミス。さあコパコパから一気に安定の連続技、投げを外して5段階、これはゲージを止めていく。五剣竜、あとは無理はしない。巨匠メッシュ OK、 刺していく。さあコパンコパン冷静に、さあ最後は貢献刺さって、バリカツさんがまず1本。さあ 2P チームまずは1勝。さあ最後惜しかったですね、あの貢献なかなか弾速速いんで見切れずに食らってしまうっていうのよくあります。はい、さあ続いて中堅同士、 1P 側がハルカツさんのロック、 2P 側が FK さんのガト。さあ 2P チーム優勝確定させたい。さあ 1P チームは何度か大将に持っていきたい。さあ投げに 1P 側のチームは初戦からしっかり大将戦まで持っている。さあもうゲージが溜まっている、怖い状態。ジャプシー、シフトシンク、これがバックスにかかってダブルレップ、キューピーさようなると。 PC からレップ受け、ジャンピー。さあガト側無理に攻めに行きたいが、ロッカーうまく逃げていく。空対空、ジャンピージャンプビート、横にリージが広い、しっかりジャンプビーで迎撃。1ラウンド目がハルカツのロック。このラウンド2ゲージ持った状態でお互いスタート、シフトシンクダブルレップ。さあなんとかレイジラン使って逃げていく。シャーミシーからレップ受け、ジャンピー火を消して現実の立ち回り、壊しから潜在社員、完璧な試合が運び、さあ素晴らしい。さあこれで大将同士の対決に最後の最後までわからないと。あ、ケンさんリセットしてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。いや、ハルカツさん今日本当調子いいですね、素晴らしい。はい、フラグを立てすぎてやばい。
堅実に、はい、角換のポイントもしっかりしてますし、お見事でした。さあ続いて決勝戦の対象対決、あ、これがラスト試合、ケンさんのジークとキアミさんのマルコ、あ、優勝賞品はどちらのチームの手に。ジャンプリー迎撃、ジャンプリー通して後方ブレーキング貢献、ジャガミティでダウンを奪って貢献、これは飛んでいく、あ、様子見してからローラー下げ、現在現在、まあ、まだゲージができないジェイフだわ、これはもどかしい状況。さあシェイシャルミシーから流星落、ここから TOP 壊しから本月思い切って使っていく、これはいい判断。まず1ラウンド目ケイツさんのジェイク、1ラウンド中にせっせと食べたゲージ、しっかり攻撃に突っ込んで取っていく、あ、台車通りますよ、道開けてください、台車通りますよ。さあ流星落うまく合ってガチャン、しっかり追加っていく、投げて画面端下げ、これにはしっかり小砲を買っている、あいさんお見事、ミニ小砲小砲小砲相打ち、ヒエンザこれは入らず、お互い攻めづらい、画面端どうしようか、ガキャン広く見ている、高脚で、あ、残り1割弱、しかしマルコ1ゲージある、ここで2ゲージ、現在さあくぐっていく、特権中しっかりガード、貢献じゃあ亀梨さあワンチャン取った、貢献ここはゲージ接着、しかしギリギリ残るジャンプエーカー、現在ここがカウンターヒット、勝利したのが現在チームになります、おめでとうございます。いや素晴らしい、じゃあ一人ずつコメントいただきましょう、はい、みんな勝負です、ありがとう、ファイナルユノちゃんかわいい、いつも星取り戦だと負けて、あのロックでこうハンデみたいになってたんで、今日は勝てたんでよかったです、ありがとうございました。あー、はい、あー、今日の大会はですね、僕はあのすごいクレバーなプレイヤーだってことを証明したような大会ですね。いや本当に俺頭いいプレイしてるわ、やばいわ、あ、大丈夫ですか、はい、というわけで、まあ、ぜひ皆さん参考にしてください。これがケントです。アイリーね。おう。これケントのコメントだとこの締める空気がすげえ難しいですけど、どうしてくれるんですかこれ。はい。じゃあ、まあ、本日の結果ですね。はい、あのおさらいしていきましょう。準優勝がキアミさんと FK さんと、バリカさんのチーム、優勝がケントさんとハルカチさんとユナちゃん可愛い子と。バカバカマグさんのチームになりましたと、はい、じゃあ優勝賞品こちらありますんで、ケンドさん、はい、こちらチーム3人で分けてください、はい、美味しそうなお菓子です、はい、素晴らしい、はい、じゃあいつも通りですね、はい、告知します。毎週木曜日21時からガロの交流戦やってます。本日のように 3-on-3 ですね、チーム戦やることもあれば紅白戦やったり、ダブルトーナメントやったりトリプルトーナメントやったりいろいろやってますので、はい、大会形式は参加人数によって私の気分ですね、はい、それで決めますので、ぜひ気軽にご参加ください。初心者の方でも、はい、上級者の方でもご参加できますと、はい、あと毎週土曜日の方ですね、こちら無差別級大会、毎週水曜日の方は19時半から中級者大会ですね、こちらの方が始まってますのでよろしくお願いしますと、はい、あとは告知ある方とかいますか、大丈夫ですか、はい、あと画廊大会参加した方、参加賞を忘れず1個ずつ取ってってください、はい、お願いします、はい、じゃあまあ今日の大会はこんなところですかね、はい、お疲れ様でした。